はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから 逆転裁判1をやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、なんか今までやってきた裁判、コナカとの裁判を終えたわけよ。まあ、なんか結果的になんか、マヨイちゃんが呼び寄せた千尋さんが、っていうか、なんていうの、迷いちゃんが千尋さんを憑依させて、その迷いウィズ千尋のパワーでもう強制終了させたみたいな感じがすごいするんだけど、まあ、とりあえずね、まあ、多分この話は終わったのかな、とりあえず。で、その後、なんか、この迷いウィズ千尋から、なんか、9時に、事務所に来てねって言われたから、今、来たわ。行こう。あの夜のことを思い出しちまうな。よく来てくれたわね。千尋さん。来てくれないんじゃないかと少し心配だったわ。ちょありな。そんなわけないじゃないですか。じゃあ、お腹も空いたことだし、味噌ラーメン食べに行きましょう。千尋さん？あはは、面白い顔。千尋さん。さっきから千尋さんばっかり話ですよ、マヒマヨイ。まゆちゃん。似てました、私。お前、その顔やめろ、お前。その顔やめろや、お前。なんか、男らしいわ。ゴリラみたいな顔してんじゃん。でもさ、17歳の子がさ、27歳の真似できるかな？できなくはないか。似てたっていうか、本人じゃないか。じゃあ、あんまりあれなのか、迷いちゃんって声高い方じゃないのかな。これは使いそうだな。なるほどくん、私お茶が飲みたいわとか言っちゃって。あのさ、なんで君がここに？ほら、これ、お姉ちゃんが手紙くれたんです。なるほどくんのことをよろしく頼むわって。 何をよろしく頼むの？事務所。事務所ですよ、事務所。なるほど法律事務所、私お手伝いしますから、よろしくお願いします。いや、いい笑顔してんな、お前。めっちゃいい笑顔してんじゃん、今。ちょっと撮って、写真、今。今んとこ写真撮って。あ、堅苦しいのはなしにしましょうね。お前あんま喋んなって、負担が大きいから。よろしく、なるほどくん。あ、お名前はお姉ちゃんから聞いたんだよ。いい名前だね、なるほどくんなんて。龍一って呼んで、龍一。なるほどくんって。ね、ほら、握手握手。でもまあ、考えてみれば、僕がこうしてここに立っているのも、元はといえばこの子のせいであり、同時にこの子のおかげでもある。まあ、最後救ってくれたからな。 なるほど、法律事務所、響きは悪くないな。よろしく頼むよ、迷いちゃん。わあ、いいカット。いいカットじゃん。なるほどくん、しっかりね。私はいつでもあなたを見ているわ。ちょ、まがたまでけえな、やっぱ二人とも。じゃ、なるほどくん、行こう。どこに？決まってるでしょ、味噌ラーメン。近くに美味しいところがあるんだよ。ほら、早く。はいはい。ああ、いい話じゃん。なんか、ここまでやればよかったな、前回。前回ここまでやればよかったな。殿様なんだって。殿様。これさ、何章まであんの？ワンって。何章まであんだ？そんな、バカみたいなないと思うけどさ、結構割とさ、一個のボリュームあるしさ。あれ？これか。ん？あ、違う違う違う、これか。えい、呼杓なり、殿様。天空の月が貴様の地を欲して泣いとるわ。お、いいね。いい音楽作れるね。固有の月、よく夢に焼き付けておくがいい。お主の見る最後の満月となろう。って、
って出て、いや、いい音楽ぽいぽいぽい、あ、覚悟せい、あい、悪大官、うおー、くあー、満月だけが知っている今宵の勝負の次行方、大事に倒れた戦士は果たしてどっちだ。次週、闇の使者復活、お楽しみに。うわ、かっこいいな。やたらムキムキだったけど、あんまり正義のヒーローってあんなバキバキじゃないけどな。あの戦隊ヒーローとか仮面ライダーもあんなバキバキじゃないけどな。みんな割と細マッチョ系なんだけどな。バキバキだったな。あー、面白かった。あ、こう音楽いいな、この音楽。覚悟せい、悪大官。うわ、本気を振り回すな。あ、いたんだ、なるほど君。いたんだって、お前。なるほど、悲しいわ、お前。負けてんじゃん、もう。いたんだ、じゃない。あ、それ違う違う違う、いたんだじゃない。なんなんだ、あのシュールなビジュアルは。なるほど君、知らないの？かっこいい、なにこれ。なに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 これ、なにこのカット。ヤングに絶大な人気のヒーロー、トノサマンだよ。ヤング何歳ぐらいのヤングだよ。10歳ぐらい。ヤングすぎだよ、一緒になってはしゃぐな。でもでも私だってまだ17歳だよ。ティーンだよ、なるほど君とは違うんだよ、根本的に。人を、あ、人をじじいみたいに言うな。僕だってまだ24歳だ。24なんだお前。じゃあなるほど君も一緒に見ようよ。本当かっこいいんだから、とにかくすごい人気なんだよ。今小学生のなりたい職業の第1位は殿様だしね。バカな。ま、それはそれ。さて、殿様も見たし、そろそろ閉めようか、事務所。めっちゃ昼だけど大丈夫？めっちゃ外明るいですけど。めっちゃ外明るいけどさ、こんな時間に閉めんの？客全然来ないぞ。まあでも新人の弁護士だからさ、まあそれは信用はされないよな。あ、でも実績あるか。あれから1ヶ月の時間が流れた。千尋さんの事件はかなり世間の話題になったが、なるほど法律事務所はなぜか話題にはならなかった。どうしよう、今月の家賃。大丈夫だよ、そろそろ何かでかい依頼が来るって。出た出た、その顔出た、ゴリラみたいな。ふう、急にゴリラっぽくなるもんな。8時14分。何、ジョコさんどいてくれや。はい、なるほどです。だ大変だよ。なんで朝っぱらから。殿様が殿様が逮捕されちゃったんだよ。は？殿様が？そうなの。殿様怪人をやっつけちゃったんだって。それがどうしたんだよ。怪人を倒すのが彼の仕事だろ。それはテレビの話でしょ。それはテレビの話だよ。違うの。本当にやっちゃったんだよ。殿様スピアで怪人を口差しにしちゃったんだよ。さっぱりわからん。とにかくすぐに事務所に来て、お願い。来たな、すぐに来たな。30分ぐらいかな。迷いちゃんはいた、テレビを見ている。では次のニュースです。子供向け人気番組大大江戸戦士トノサマンのトノサマン役煮干し三郎が殺人容疑で逮捕されていたことが先ほど明らかになりました。被害者は怪人悪大官役胃袋たけし氏。悪大官の着ぐるみの中から死体で発見されました。死体にはトノサマンスピアが突き刺さっており、警察ではこれを凶器と考えて捜査を進めているようです。ああ、リアルに。じゃあなんか冗談みたいな事件だね。早く見ない、この世の終わりだ。はっ、
ってことはこれ殿様、ん？殿様を弁護すんのかな。はい、なるほど、法律事務所です。なるほど君、殿様から電話が。何？はいはい、すぐ伺います。負担、お前がさ、主で喋んな。お前がメインで喋んなよ。お前喉の負担考えろ。お前行こう、なるほど君。どこへ？殿様留置所に捕まっているんだって。この事件、私たちの初仕事に決めたからね。とりあえず話せんじゃない、まだ。どうしようか、これから。とにかく留置所に行って殿様に会おうよ。じっとしてられないよ、早く行こう。事件を調べたいのか、スタジオ見物したいのか。おそらく後者だな。まだ何かを推理するにはデータが足りないな。素直に何も思いつきませんって言えよ。データが足りないの。データが足りないって、お前あれすんな、お前意識高いふりすんな。行こうぜ。じゃあどんな顔してんの、トン様。いかつ、いやいかつ、いやいかつすぎるわ、お前。ほら、まゆちゃん憧れのスターさんだぞ。ね、本当にあれがそうなの？あれって言うなよ。あ、ってことはあんまりテレビに出てないのかな。その変身とかじゃないのかな。煮干し三郎、今回の依頼人その人だよ。こう言っちゃなんだけど、なるほど君、これはやってるよ、殺人の一つや二つ。おいおい、何言ってんだよ、キモ。いや、顔キモいってか、あれかな、ちょっとあの見た目の割にさ、ちょっとあの昇進者みたいな感じかな。え、お前の声どうしよう、お前。え、あの、はい。何か。いえ。やれやれ。分かってます。幻滅してる、してらっしゃるんでしょ、僕に。めっそうもない。逆だよ、お前。結果的に逆みたいになっちゃった、声が。僕、ご覧の通りの面構えですから。殿様の役をいただいたとき、決めたんです。この役が終わるまで、絶対に素顔を出すまいって。子供たちの夢を壊しちゃいけないと思って。え？それなのに、キモいとか言ってごめん。やっぱそういうことならキモいとか言ってごめん。こんなことになってしまって、子供たちは殿様のことなんて思うんだろう。なるほど君。なんだよ。ああ、なんだよ。いい人だよ。まあそうだね。これはやってないよ。お前さ、急にその顔出すな、ドヤーっていう。話そう。いや、素の顔いかつ。喋んなかったらいかついな、お前。とりあえず何があったか聞かせてもらえますか。は、恐縮です。あれは昨日のことでした。打ち合わせのため僕たち撮影所に集まりました。朝の10時から殿様のアクションを打ち合わせして、夕方の5時からそのリハーサルがあったんです。そこで夕方の5時にスタッフがスタジオに集まると、怪人悪大官がセット付近で倒れていたそうです。ああ、悪大官。着ぐるみのマスクを取ってみると、悪大官の中には、なんだっけお前、胃袋か、胃袋さんの死体が、胸を殿様スピアで見事に刺されていました。殿様スピア、はあ、殿様の武器で長い槍です。あの、そもそも殿様って何ですか。それは知ってるだろう。調べてこいよ。それぐらい調べてから望めよ。うわ、なんて失礼なこと。すみません、煮干しさん、常識をわきまえない青2歳でして。誰が青二歳だよ。いえ、いいんです、いいんです。殿様はお子様向けヒーロー番組の主人公です。
ネオエドシティ、エドシティを舞台に宿敵怪人悪大官と死闘を繰り広げるんです。まあ毎回決着はつかないんですけど、それがこんな形で決着がついてしまうなんて、わかりました。ネオエドシティ、一体どんな街なんだ。あの事件があった日、あなたは。あの日は朝の9時にスタジオに入りました。ああでもちゃんと頑張ってんじゃん。お昼までアクションの内容を決めていました。ちょっと奥の人、ちょっと奥の人怪しくない？あれムンクのあの叫びいや奥の人怪しくないか。あれ午後は5時からリハーサルでしたのでブレてきた、やべ。昼食後は楽屋で昼寝していました。目が覚めたら集合時間の5時を過ぎていたんです。慌ててスタジオに行ったら皆さん怖い顔をしていて、そのまま逮捕されてこうして留置所へ。事件があった午後はずっと寝ていたわけか。それが証明できないとな。でもだってさ、まあ、これも嘘かもしんないからね。別になんか間抜けなヒーローだな。恐縮です。あの現場にも行ってみたいんですけど。ああ撮影所、地図書きます。うわあ、なるほど、くん早く行ってみようよ完全に見物に行く気だぞ。いいですか、じゃあ行かせてもらって。あら消えた。じゃあ行かせてもらっていいですか。じゃあまあこれ言ったら終わろうかな一通りやったら。あ、来たね。うわあ、ここで殿様が作られているんだ。すごいな、感激だよね。あ、おばちゃん名前おばちゃんっておかしいだろう。まあまあ仕方ないか。お前どうしよう、お前の声もうしないわ、レパートリーが。こら、あなたたち勝手に会いちゃダメでしょう。いえ、あの、私たちその弁護士でして。ああそう、おばちゃんは警備員など、あんたらみたいな野じ馬を入れさせないのが仕事なのよ。野じ馬？お前おばちゃんって名前なの？おばちゃんってこいつ怪しいな。てかお前さ、こういうキャラ怪しいでしょ。あんたたちもあれでしょ、昨日の事件を聞いて面白半分やってきたんだろう。まったく最近の若いもん。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん早いよ。おばちゃん早すぎるわ。なるほど、くん私もいつかこんな風になるのかな。やっぱりそうなんじゃないかな。ちょっとあんたたち人の話を聞きなさいよ。あ、人の話を聞いてなかったっていう体であの早送りがあったんだ。多分そういうことだよな。この撮影所はどんなところなんですか。この絵と撮影所は子供たちの夢を作るところさ。おばちゃんも昔はねまさかスターだったんですか。大道具仲間の間じゃちょっとしたスターだったんだよ。ああ、ここもね、今はすっかり寂れちゃったけどさ10年ぐらい前まではまさに夢のスタジオだったよ。その頃は胃袋ちゃんも大スターでね。あ、その頃は胃袋ちゃん被害者だよ、被害者。怪人悪大官のこと。今じゃ怪人なんてしけた役やってるけどね。え、怪人がしけた役か、お前立派じゃない。まあ、主人公のが目立つけどさ。煮干し三郎さん、どんな人なんですか。悪い子じゃないんだけど、ぶら下げてる面があれじゃねえ。とてもお茶の間に出せる汁物じゃないよ。飯がまずくなる。それだけに今回はチャンスだって燃えていたみたいだけど、まさか胃袋ちゃんをね。でもでも、まだ煮干しさんのと決まったわけじゃ決まってるの。おばちゃんは何でも知ってるんだから。胃袋ちゃんってどんな方なんですか。どんな方だって泣かせるわね。
胃袋たけし永遠の大アクションスターだよ。あー確かにスターっぽい。スターっぽい顔してるな。渋いわ。今でも忘れられないね、ダイナマイト侍シリーズ。センスねえな、聞いたことないぞ。でもさ、5年前にね、撮影中に事故が起こっちゃってそれでケチがついちゃった。今じゃ子供相手の番組の悪の使者だよ。ギャラも格安でね、切ない話よね。なんで煮干しさんが煮干しさんを犯人だと思うんですか。おばちゃんね、昨日もここに立っていたのよ。午後1時から死体が見つかる5時までずっとよ。殺人現場のスタジオ、この道を左に行けばいいんだけど、スタジオ行こうと思ったら必ずここを通ることになると。1時から殺人があった2時半までここを通ったのは1人。それが煮干しさんだったというわけですか。そう、おばちゃん見てたから。でも煮干しさんは楽屋で寝てたって言ってましたよ。そりゃそう言うでしょ、あの子もバカじゃないから。でもね、ここを取ったのはあの子しかいないんだ。間違いなく犯人だよ。じゃあそろそろあんたたちお家へ帰るんだね。ここに立って何も出ないよ。僕たちは煮干しさんの依頼で調査に来たんですよ。ふん、あんたら見た目から怪しいもんね。あの子の書いた依頼状を見せてみな。それならおばちゃん、入場を許可してやらんでもないわよ。このおばちゃん、なんでこんなに偉そうなの。ないな。あ、調べてみようぜ、せっかくだから。撮影所内のセキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。ほらお前エイリアンみたいな顔してんじゃん。勝手に触んないでちょうだい。ごめんなさい。この撮影所の見取り図が書かれている。ここから右へ行くとスタッフ作業場、左へ行くとスタジオ方面に通じているらしい。ほう、これはこの撮影所の入り口だ。昨日は野獣馬が押しかけて大変だったらしい。この撮影所のライトバンだ。撮影用の資材などを運んでいるのだろう。木だってないのかな。木だこれは木だってないのかな。じゃあ移動してこっちか。あ、どうでした撮影所。やっぱり僕犯人扱いですよね。そんなことないですよね。なるほど君。ええ、せいぜい容疑者止まりだと思いますよ。恐縮です。じゃあ、そうか。煮干しさん、何か僕に隠していることありませんか？いえ、そんなめっそうもない。さっきあなた、さっきあなたは昼からは楽屋で昼寝していたって言っても言いましたね。はい、ぐっすり寝てました。でも警備員のおばちゃんは目撃しているんですよ。あなたが殺人現場へ向かうところ。なんですって。そんなバカな。僕は昼寝を。煮干しさん、本当のことを言ってくれないと。僕は新米弁護士だから、ですからすぐ負けちゃいますよ。恐縮ですが、僕間違いなく寝ていたんです。誓います。おばちゃんの見間違いだと思いますけど。どうなってるんだ。嘘をついている様子はない。おばちゃん？撮影所の正門にいる警備員なんですけど。あのおばちゃん？ひどいんですよ。私のこと見た目から怪しいって。実は前に僕も言われました。そのお面を取れって。あの人、偉い人にはものすごく弱いんですけど、一度舐められちゃって。たら一生頭が上がらないんですよ。最悪。すいませんが依頼状。違う。すいませんが依頼状を書いてもらえますか。恐縮です。あ、それ口癖なのか。あざす。これであのおばちゃんを突破できればいいんだけど。行きましょうやおばちゃん。
手間かけさせんなよお前。おばちゃん、ちょっとおばちゃん、おばちゃんごめん、突きつけるわ。おばちゃん、おばちゃん、これ煮干しさんからの依頼状。ん？この頭の悪そうな字は確かにあの子だね。お前ちゃん、嫌いすぎん煮干しのことを。あの子もこんな頼りなさそうな弁護士を頼むなんてねえ。ねえと言われましても、まあいいや、通行を許可してあげるわよ。ただしここから左のスタジオ方面だけだよ。右方面はダメ、スタッフの作業所はあるんだけど誰も通しちゃダメっすって。あいつじゃん、刑事が言ってたからね。ねえねえ、なるほどくん。あ、なんだ、爪どころかな、なんだこれ。爪どころじゃないか。のところに地図があったよ、この撮影所の。あ、見やすいね。お、いいねこれ。わ、1枚50円だよ。よし、じゃあ行こうか、なるほどくん。50円。払えよ、50円だったら別に払うよ、おばちゃん。おばちゃん、50円だったら早払うから。おばちゃん、払うよ、50円ぐらい。お、何これ、キモ。あのキャラ、キモ。あ、でもここで一旦切ろうかな。ごめん、じゃあ、ここで一旦切るわ。は？鳥さんが？まあいいや、じゃあ、あざした。